昔々あるところに百の目を持つ巨人が住んでいました。巨人の百の目はそれぞれ交代して眠るので、巨人は生まれてから一度も眠ることができませんでした。巨人は一日中いつでもどんな場所でも全てを見て全てを知ることができたので、人々は巨人に世界を見守る役目を与えました。そして巨人は喜んで人々に仕えることにしたのです。巨人に見守られ、人々に安らぎと平和が訪れました。はい。ある時巨人は裏切りを行う人を見つけたので、それを人々に報告しました。すると巨人は裏切りの人からだけでなく、全ての人々から怒りを受けて殺されてしまいました。人々は眠ることのできない巨人を恐れたのです。時間もなく空間もなく、いつでもどこでも全てを見て全てを知る存在が恐ろしかったのです。後にそんな巨人を哀れに思ったある人が、彼の百の目を孔雀の羽に美しく飾ることにしました。そして一度も眠ることのできなかった巨人は孔雀の羽となり、やっと安らかに眠ることができたのです。心得た。わけで、情報都市トムソーヤ島に生きる私たちにとって大切なのは共感、共存、そして適度なパーソナルスペース。そう、この世界はカスタマーセンターによってもたらされた新自由選択主義を謳歌しているのです。人は愛に生きるため人を愛し、自分を愛してもらうのです。愛とは評価である。愛とは価値であり、愛とは総合評価システムの大切なラブ。寝てないんだから。ではそんなラブを数値として公共サービスと交換するためにも必要不可欠なもの、それは何でしょう皆さん。デコです。はい、ご名答。デコレーションカスタマイザー、略してデコは、我々が個人個人の選択によって自由で快適な世界を共有しつつ、侵食しないための装置であり、新世代の 97% の市民が4歳までに両目にインプラント処理された。こうしたデコ普及によって、完璧。さすが。今度デコカメの出し方を教えてよ。ねえ、そんな簡単じゃないぞ。で、何？出たんだって、17区の4番通りに。何を？ゼロなら怪人ゼロ、ラブイ。お前んち、あっちの方だったよな。いつ探しに行かなきゃ。18タイムラインぐらい前かな。残像データを見つけただけでも10万ラブは確実だ。超再現空間のバックアップに残ってるかな。
なわけねえだろ、相手は怪人だぜ。そこがゼロ現象のグラウンドゼロなら残像データどころかラブ数値もゼロ消滅だろう。だよね、恐ろしいやゼロ現象。だがそこがラブイ、記録に残らないとかここじゃ絶対にありえない。お前ほんとゼロ好きな。ラブイ。でも見たことないんだろ。まあこの街で誰も見たことないけどな。それこそ幽霊にでもならなきゃ捕まえるどころか見ることもできないや。ほんとそういうとこラブイ。ほわっ、そこ授業中勝手にミュートしない。えっ、キュチット、なんで。またあなたですね、ベリー。いやーやば、デコの調子悪い。あー、すいません、処理落ちするんでまた後で再生しに行きます。じゃ、ほら待ちなさい、ベリー。焦った。なんかデコの調子悪い。んにしても私たちの生活にはラブが必要不可欠。ラブが欲しい。ラブがあればクラスでもラブい見た目で過ごせるし、みんなのアバターもラブいキャラが選べる。ほんとラブのある生活はテンション上がる。だからラブのチェックのルーティーンは欠かせない。さて今日のラブポイントは、ベリー。うん、ママ、もう入る前にノックしてよ。あなた、また学校途中でログアウトしたでしょ。なあ、後で最初から再生参加するって。前も聞いた。だって17区に出たんだよ。出たって何が。怪人ゼロ、決まってるじゃん。そんなこと言って、いつもサボる。単位が足りなくなっても知らないわよ。学校はいつでも行けるじゃん。でもでもでも、ゼロのデータはすぐ上書きされちゃうんだからね。もう何言ってるの。じゃあデコの診察行ってきなさい。デコの調子が悪いって。右目ちょい処理落ちする。今予約したから眼科。まだ平気です。めんどくさがらないで行ってきなさい。はーい。もうちゃんとする。気をつけていくのよ。適正、適正、不適正、適正。どうした。あの子ったらまた授業抜け出して怪人怪人って。ゼロか、いいじゃないか。平和で犯罪のなくなった都市に生きる人々の娯楽だ。やっぱ調子悪いな。たはは、ちらつく。ま、しょうがない。おい、ベリー。ん？ノー、イースター。アバター新しいのじゃん。マリー、どうよ。ラブいね。アップしちゃおう。撮るよ。アップっと。もう早速ラブゲット。いいね。外で会うなんて珍しいじゃん。どうしたの。なあ、それが名車なんだ。おへえ、頑張って。なーし。めんどいな。うん、待ち来るの久しぶりだし気晴らしに待ちでこかえよう。もうもう、ありゃ、ラブが足りない。無駄遣いはダメだな。もっと貯めないと。でも怪人ゼロネーション、街中みんなのお気に入り。もしこのゲームで怪人ゼロを捕まえることができたら、みんなからすごい数のラブをもらえるはず。ゼロは嘘、ゼロ以外の非ゼロが真実である。大人たちはいつもそんな風に言う。怪人ゼロは言葉にできない、故にゼロ。
ゼロが現れると私たちのときめき、ラブが一瞬にして吹き飛んじゃう。ゼロの前にラブはない。とんでもない、まさに怪人。アイラブアイ。そういやこの辺りだよな、ゼロ出たって言ってたの。何これ、すごい、どうなってんだ。の左右どこどこだ。あの子なんだ、もしかしてどこどこだ。左右、やっぱりすごい。ギガウテラウピータウエクスタウゼッタウヨッタウハッポーあおしたい時にはなんとやらって。だいたいお前は。でも父ちゃんもう死んだよね。しらじら、わしの死亡届を出さずにお前はわしのラブを自分のものにしとるな。あれはわしのラブ。あ、いや、それはちゃんとするよ、なんか忙しくて。いやいや、わしのラブはわしのラブだ、返してもらう。父ちゃん、ごめん。よっ。ラブが。おい、しらじら、残りのラブで葬式してやんな。誰だ、騙してた、どこにいるんだ、出てこい。アイラブアイ。まさか怪人ゼロか。怪人ゼロ、二人に報告だ。見つけたよ。まさか怪人ゼロ。そのまさか、さっき例の4番通りで姿の見えないヘンテコなやつ見つけたの。すごいじゃん。どんなやつ。デコのデータ見せて。いや、だから姿がよく見えないんだよ。デコの調子が悪い方でしか見えなくてさ、データが残ってないんだ。データがないんじゃゲームになんないじゃん。ゼロは嘘、ゼロ以外の非ゼロが真実である。もういい、信じないなら私だけで捕まえる。いないいない、やーい。あ、いた。あれ、どこ行った。ドナドナ、アイラブアイ。お前こっちガジガジしてんな。んジロー、あなた怪人ゼロ。スタコラ、待ってよ。ここまでおいで、ガジガジ。合うよ、
絶対捕まえる。よたよたにしてやんぞ。おかえり。どうだった？ああ、もう全然ダメ。何？まさかデコが原因の感染症か？ただの処理落ちだって言ってたじゃない。そっちか。中央病院の情報眼科に予約しよう。違う違う、そっちじゃなくて。そっちってどっちよ？あ、だから、そうそう、見てもらえなかったの予約のミスかな。驚かせるなよ。変ね、予約したはずなのに。まあいいから、また明日にでも行くって。待ちなさい。デコがそのままじゃ困るだろう。大丈夫だったら治るまで。これ。ありがとう。ねえ、ただいま。はあ、クサクサすんぞ。なんでもないよ、パップ。ただガジガジのやつにさ、チロチロされただけ。そうそう、ガジガジなんだけど、ヨタヨタにしてやったらスタコラでやんの。スタコラ、サッサッサーカッカッカッカ。それ、私のことよね。ん？意味わかんないけど、バカにされてる感じ。これ見てもバカにできるかな。いないいない、返せ。残念、ここにいるのはアバターだけ。私の超再現空間にようこそ。うかぶ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 。この折り紙の飛ばしてるデータを追いかけてきたら、隠れ家が分かっちゃったの。ガジ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 。すごいでしょ。あなた、本当に怪人ゼロ？私、ベリー。バキバキ。ねえ、あなたが何をしてるのかわからないけど、あなたがもしも…キャンキャンすんなよ、ガジガジ。嘘、待って。もう、あとちょっとだったのに、悔しい。超再現空間を強制解除できるなんて、やっぱりあいつ。え？嘘！どうしてここが？ガッガッガ！これでそっちのデータもバッチリジロジロだ。でもアイコじゃないぞ、ガジガジ。は、意味不明なんだけど。ニブチンか。何しぶちんって。こっちはもうさっきの場所はスタコラだ。二度とお前はジロジロできない。どうだ。ねえ、あなたが怪人ゼロなら。ならなんだ。ラブイ。はあ、どうしてゼロは嘘、ゼロ以外の非ゼロが真実なんて言われてるの。いないいない、怪人。ガッ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 。よこせ。
ちょっとバカにしないでよ。いいから返せ。いやだ。でもゼロのことを教えてくれたら。え、嘘でしょ。これってゼロ現象。ゼロは怪人、ゼロはギンギラ。おお、すごい。なにこれ。車、超再現空間。あんたがやったの？違う、ギンギラだ。え？バチバチ！うわ！ガチガチ！サコラだ！え、なんなの？触るとバチバチだ！バチバチ？よくわかんないけどラブイ！私がいる。